ピエール・シュル・セーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県のコミューン。17世紀のカッシーニ地図に書かれた、ピエール・フィット・ピエール・フィットは、サンドニの北にあり、N1 道路で、パリからおよそ10キロメートル離れている。コミューンは、主としてペイド・フランス地方に含まれるが、北西の境界は、パリ盆地の侵食されたケスタである。 ビュットイコールパンソンの裾野にあたる。地図上では小さな河川の存在が認められるが、数世紀にわたる洪水の危機回避のため土地が干拓されたことにより、多くは埋め立てられた。1964年7月、かつてのセーヌ県とセーヌイコールエイコールオワーズ県が再編され、セーヌサンドニ県が誕生し、ピエールフィットも後者に含まれた。 20世紀初頭のピエールフィットピエールフィットという名は、ラテン語のペトラフィクタ、ペトラフリータ、またはペトラフィクサから派生した。9世紀からこの土地は、サンドニ修道院の所有で、100年戦争中の15世紀には一部が、破壊された。18世紀のピエールフィットは、農民とビュットイコールパンソンのふもとで、漆喰用の石膏を取り出す、石切り場妊婦がいる村だった。 1856年、パリクレー間の鉄道が、ピエールフィットを通ることになった。これにより、ピエールフィットは裕福なパリ住民のための、小さな余価値となっていった。不屈戦争では砲撃で、町が荒廃した。1896年当時、町には2468人が暮らしていた。彼らの経済活動は、主として2つの会社。 一つは40人を雇用するカーテン製造会社、もう一つは30人が働く鉄道部品会社に依存していた。加えて食料品卸売会社があった。農業は野菜栽培と草花の育病がワイン製造に変わって中心となり、ワイン用ブドウ栽培は徐々に消滅した。画家モーリス・ユトリロは幼少時代をピエール・フィットの祖母の下で育てられた。 ありがとうございます。